ヨハンフリードリヒ2世は、ザクセン公、ザクセン先帝公、ヨハンフリードリヒ1世とジビュレフォン、ユーリヒクレーフェベルクの長男。父ヨハンフリードリヒ1世は1547年に、ザクセン先帝公くクライを皇帝カール5世に剥奪されたため、ザクセン公くクライのみを継承した。1555年に、ヘッセン砲白フィリップ1世の娘で、 ザクセン選定校モーリッツの未亡人アグネスと結婚したが、同年に三熟死した。1558年にプファルツ選定公フリードリヒ3世の娘エリーザベトと再婚し、4、男を設けた。成人に達したのは二人である。ヨハンフリードリヒ2世は1566年に神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世の捕虜となり、弟ヨハンビルヘルムが、 ザク船校となった。しかし1572年に、マクシミリアン2世の裁定により、ヨハンフリードリヒ2世の存命していた二人の息子と、ヨハンビルヘルムの間で所領の分割が行われた。1595年、ヨハンフリードリヒ2世は、旅宗として、生涯を終えた。ヨハンフリードリヒ2世、ありがとうございます。